大みこしも中心にはなっちゃってますがね、でも子どもたちに夢を与えられたらなという気持ちでは行ってます。はい、大きく大人になったら一緒にこの仲間に入ってやっていこうというふうにね、できるようにということで、その見本に見本、まあ、目標っていうふうな形で、楽しく僕らもやってます。もっとメンバーが増えてわーっとで、あ、祭り南粕谷でもやってるんだというふうな、気持ちに持ってもらいたいですね。知多市の皆さん、知多半島の先南粕谷ですけども、僕らも祭りはあります、お囃子やってます。大きなお囃子ではないですけども、細々とでも、自分たちの楽しみも含めて、南粕谷のみんなもね、こういうのありますよというのも覚えてもらいたいです。